え、もう始めてるけど。うん。え、多分通知鳴ってんだよ。昨日よりは前髪はうねってなくて、今日は前髪、今日もあの学校が3時間体育があって、そうだからちょっとね、テロップ書いとこうかな。あれ？そう、藤子のね、生誕には出れず、チャーハン部の、チャーハン部の部長のやつには出れず、カナピールでね、今日新しい T シャツをママに買ってもらって、それを今日は初めて着ました。これはレッスンとかに着てたらなと思う。お花着てたらなって。そう、3時間だけでずっとね外にいたので、なんかちゃんとね日陰にテントがあって、そのテントの中でも、テントの中でも休憩はしてたんですけど、休憩がほんと5分しかなくて、でまた日向でなんかその応援団長みたいな人がいるんですけど、その人が立ってください、あ、やっぱ座ってください、立ってくださいってずっと言ってるから、どっちやねんと思って、そうみんなでね、寝てました。立ってください、めっちゃ振り回されました。でも日焼け止めはちゃんと塗って、大きいマスクもやって、キャップもかぶってたので大丈夫です。そう、ちゃんとね日陰に行ったり、休憩になったら即友達と走って日陰に行きました。座ったり、そう、ほんとスクワットぐらいになって、そう、立ってください、前に行ってください、座ってください、あ、立ってくださいみたいな。そう、でもね前よりかは肌は白くなったんですよ。前はもうガングロだったんで、この冬とかは全然日が出てなかったので、でもまた今年がねって思います。日焼けが強いタンちゃんが持って、そうなんです、日差しが強かったら本当に焼けちゃうので、帰りはやっぱ日傘をさしてます。日傘は必要。くるみさんもヤクルト飲んだ方がいいです。もしかそう、ヤクルト、本当にヤクルト飲んだらめっちゃ伸びるので、そう、そう、私はまあオーディションの時はすごい黒かったんですけど、そう、今日公演、うららちゃん、うららちゃんの、あ、おめでとうございます、頑張って。うららちゃんはね、やっぱここてんは似合いますね。目撃者も似合うけど、ここてんの方が似合いますね。私もちょっと練習してるんですけど、チーズがね多い多い、本当に多すぎて、雨なん、でもね、なんか雨、うん、やっぱ日差しは強いですね。マンゴーチップス甘い、そう、甘いやつをね食べました。クータンと中傷とメールあり、あれはねくるみさんが載せていただいて、私は今日ツイッターかメールどっちかに載せようと思います。じゃあメールかな、ツイッター、うん、ツイッターにし、あ、メールにしよう、メールに載せるので、見たい方はぜひ来てください、メールに、メールに来て、メール取ってください。そう、もう私小さい頃からもう小学校の時とかはもうずっと公園で遊んでて、日焼け止めも何も塗らずに半袖で半ズボンで普通に遊んでましたね。30以外、イエス、25までってマリアさん言ってたので、どうでしょうか。27日お昼公演出て、藤子の生誕、そうなんです、そう、昼は出れるんですけど、
メール撮ってよりありがとうございます。でね、皆さんに今日はおすすめしたいお菓子をね持ってきました。それがこちら、これはポッポです。ポッポです。これは抹茶なんですけど、めちゃくちゃ美味しい。なんか中の抹茶がめっちゃ濃くて美味しいんですけど、これがおすすめです。濃い抹茶が存在に楽しめる大人の和スイーツ、トッポ。あ、トッポです。トッポと結構濃い、ね、あのもうね一袋食べちゃったんだけど、まあ普通のトッポと同じで一本見せて、他は弟にあげよう。はんちゃんお菓子の中で一番はんちゃんの一番好き、なんだろう、コアラのマーチとかかな、チョコとか、こんな感じの、この中に抹茶が入ってる、見える、抹茶好き、めっちゃ好きです。もう抹茶のアイスが出たら絶対食べます。抹茶のキットカット美味しいよね、あれ。これはもう弟にあげる分と食べない。キノコの山だ、タケノコの山だ、キノコですね、ダントツ。タケノコも美味しいけど、なんかキノコの方が美味しい。そう、なんか中にチョコクッキーが入って、クッキーじゃない、チョコチョコ、ん、違う、抹茶チョコか、抹茶チョコ入ってます。そう、でもちょっと苦いです。27日昼公演投げてよって当たったら、土曜日にキャルルでやったドラえもんリング、ありがとうございます。楽しみ、見れるの楽しみにしてます。光るパリピリング、6、あ、見た、やばかったね、あれ。なんか食べれそう、飴みたい。家族みんな抹茶、家族みんな食べれます。弟もママもパパも食べれます。サミーチーズカツペンド、いいなぁ。でもね、それ温めた方が絶対美味しいよね。キノコね、もうチョコの部分だけど、ね、一緒に食べてる時あります。チャット朝から何時にゲット、祝日は8時からで、ん？で、月曜、平日は5時からです。朝は、平日は朝できないです。抹茶の大福とか好きな、だから抹茶の雪見大福とか出てほしいなって学校で妄想してた。なんか学校でなんか抹茶の味だったら何のお菓子とか食べ物出てほしいかなって考えてたんですよ、一人で。したら抹茶雪見大福と思って、で、あとは抹茶のコアラのマーチとか、そういうのを一人で考えてました。そう、朝ね、おはようも遅れないんですよ。あ、すごい、私が好きなジャスミンのディズニーのキャラクターで一番好きなジャスミンのやつだ。クロちゃん魔法のランプありがとうございます。あと姫ありがとうございます。高秀さんハートありがとうございます。こてっちゃんハートありがとうございます。さとしさん、さとしさん姫ありがとうございます。藤谷さんと福岡のズーさん、
魔法のランプありがとうございます。福岡のゼロさん、姫ありがとうございます。逆は見れないで、え、なんかそのまだ機能に慣れてなくて、でもハッシュタグ、あれめっちゃ固まってる、めっちゃハメだった、ハンチャットのは見れるけど、うーん、ハンチャットのやつは見れるけど配信は見れないかも。どうだろう、多分見れないです。私はベル、あ、ベルね、いいよね。私は顔の色がお空だからジャスミンです。中学校になって、なんか私もずっとねそれ言ってるんだけど、13歳かららしいです。知らんけど多分ね。飲み物も抹茶なの、飲みます、飲みます。抹茶ラテのなんかよくペットボトルで売ってるじゃないですか、それも それもねもう全種類飲んでます。全種類じゃないか、スタバも絶対一択ですね。抹茶チャット iPhone で無事に通知来るように設定できたから、ハンチャットすぐ、ありがとうございます。そんなんできるんだ、ディープレゼン、ハンカチ仕事で売ってる、すごっ、どんな仕事だ、いいな。ハンちゃん用のガチャガチャのギフトあれば、ね、そうガチャガチャギフト欲しいね。抹茶ラーメン、あ、抹茶ラーメン、あ、でもお茶みたいな味なのか、何がいいかな、抹茶チャーハン、抹茶の餃子とか、知らんけど、なんか定食みたいな、ラーメン、チャーハン、餃子。もうすぐ発売に、そう、おにくリングずっと欲しいんですよ。そうで、ガチャガチャリングをちょうど初期の時にね見てる時に、あ、これ欲しいってなったのがおにくリングなんですよ。そう、これ欲しいってなったの。読んでないチャットがあったら通知が来るみたいな感じでできる、すごい。つかささんとメタルタン、たくさん魔法のランプありがとうございます。たくまさんもありがとうございます。ちょっとね、今そのお仕事、普通の HKT とは別でね、楽しい遊ぶのが2個できました。予定がおにくリングってひなたんが好き、そう、でもなんかその時にまだ発売されて、ひなたんって言ったらお肉じゃないですか、で昨日もお肉の弁当を食べてたんですけど、そのステーキ弁当を、でもそのお肉を開けようと思ったんですけど、まだ発売されてなくて、そうだから、そのなんかひなちゃんはお肉とか豚とか牛、豚豚タンとか言ってるから、そのそれ関係で開けたかったんですよ。でだから何があるかなと思ったら、チーズに 牛が書いてたから、あ、お肉じゃんって思って、でもお肉リンゴを渡したかったな。ステーキ丼はなんかみんなタレご飯が美味しいって奈々香ちゃんもみんな言ってます。なの、あ、仕事じゃないです、普通の仕事じゃなくて、そうプライベートでちょっと楽しみなことが2つ。キュー、あ、そう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 、キューブのやつですね。抹茶カレーとかカレーうどんは、でもなんかグリーンピースみたいな味しそう。あ、やばい、そうです、あ、あー、やばい、25日の藤子の誕生日、チャーハンリング、そう、チャーハンリングね、もうでもね、チャーハンのリングまだあるかなと思って、藤子誕生日、うららちゃんには高雪リングあげられ、そう、高雪リングあげたかったんだけどなかったから、もう普通のプレゼントにしました。ガチャガチャじゃないやつ、あ、ツルです、ツル、どれかな、これかな、
構ね新作がねあるんですけど、もう行く機会が少なくなっちゃった。店開いたら確かに開けるね普通に。自分が欲しいやつを開発して早く置いて、そうリナさんが取りに行ったの。すごいいいなーと思う。21金がそうだ20日、おおもうちょっとじゃん。やべやばい。そう最近ねパズドラにも結構出させていただいて、ベティーマルって感じです。あれ今日16、あそっか、そっか、6月に光るめちゃでかいパリリンガ、あれめちゃそう、あれね公園とかで光らせたらすぐわかるね。みんなそうやってガチャガチャ話していくのさ、いや切ない、切ないぞ。でも私はお肉リングを絶対にゲットします、宣言しました。絶対にお肉リングをゲットする。全種類揃えたいところなんですけど被ると思うので、でも、まあ、なんか塊なんだろう、あやばい、こうしたらリセットされる。はんちゃん、私は公演6回、そうなんです、嬉しい。ガチガチ、あのそう早く見て、そうなんです。でもねちょっとまだ見せれないんですね。そう見せれないから博多誕生会の時にちょっと見せたんですけど、ガン君、あっ言うていいの、弟の、あんちゃんちゃんちゃん、はい、し、すぐ快速で紹介していきたいガチャガチャがあるので、それをまず紹介していきたいと思います。昨日の声、そう久しぶりにカルテと揃ってて、そうなんか昼よりあるときは、あの昼は私とユイナとか、夜はあのひなたんとりなちゃんとか、結構ね2人セットでなくなる、あのなんていうの、一緒に出れないのも結構あったから嬉しかったです。そうひなちゃんと出たのももう久しぶりで、昨日パジャマドライブ誰かボール変なとこない、確かに。カツル完成です、する完成。今日は5月の15。りさきちゃんは同じ、違いますね。そう4人同時はね難しいんですよ。そでは紹介していきたいガチャガチャはこちら、こちらです。これは顔です。あすごい顔に当てはまってる、見てやばい、すごい、もうちょっと前、あなんかなんか、面白い、ジブリにいそうですね。顔一緒。これは弟のなんですけど、私がねパズドラ行ってる時に弟がガチャガチャをしてきたみたいで、おーみたいな感じなんですけど、こちらのガチャガチャは私ので、私が欲しかったんですけど、私のでは残念ながらございませんですけど、そのこれがこんなんです。中がこんな感じの、暗くなったら光るらしいんですよこれ。ちょ今光らないけどこんな感じ、お目がガチャガチャです。こちらこんな面白いです。
と、そう、多分部屋暗くしたらね、ちょっと待って、すごい光る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 、えすごいよすごい、えなんか光らせるもんないの、みんなに見せたい、えあーダメだ、えなんか、えなんか、あこれ、あーわかんないか、なんかこうしたらね、こうなんかすごいんですね、あこれでいける、ほらほら、あ待って、これで、あここリングやから見えへん、リングだからあかんか、うん、こうしたら見える、あ電気つけていいよ、あ来た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 、あほでほら、あリング消せばいいじゃん、リングを、うん大丈夫、いけるいける、ゆでゆでゆで、みんなほら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 、あ、ちょ、あ、来た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 、ほら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 、きゃ、ほら光ってる光ってる光ってる、ほら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 、ほらほらほら、オッケーオッケー、ありがとう。まあつけていいよ。え、わかる？こんな光るというね感じですね。そう結構ね緑に光るんですね。こちら大興奮です。で光るガチャガチャってめったにないので、ショールームの自分の、そうですママがちょっとね。おにぎりが販売したら教えない、ありがとうございます。これね面白いので、顔でかいの持って、えーすごいでかいのとかあるの、すごい珍しい。でもねこれ結構ね でかかったらどんな顔になるかわかんないけど、でかいやつでもリングは入って、なんかでっかいリングみたいなのかな、すごいな感じです。まあこんな顔に当てはめて写真を撮って遊ぶのもおすすめです。カプセルも光るの、カプセルも、ういやー光ってる、いくよ、ほらほらほら、ウィーほらほらほら、ちょっと待ってね、ほらほらちょっと青くない、ほら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 、リングじゃないよ、置物、置き、でっかい、これの置き、すごっ、そうこれも光ります、リングじゃないやつ、これなんかのキャラクターなのかな、つかささん姫ありがとうございます、ランニングマン魔法のランプありがとうございます、ホワイトボンドさん、レモンスターありがとうございます、ヤスさん、ペンギンありがとうございます、アラジンありがとうございます、つかささん、マホンダランプありがとうございます。それではそろそろここ点が始まるということで、ランキングを読んでいきたいと思います。13位ホワイトポンドさんありがとうございます、12位みんなミックさんありがとうございます、11位ヒロさんありがとうございます、10位コテッチありがとうございます、9位ブルーウィングさんありがとうございます、8位エルプリメロさんありがとうございます、7位ランニングマンありがとうございます、6位つかささんありがとうございます、5位大工ありがとうございます、4位つかさ読みましたこれは、5位4位カズオさんありがとうございます、3位福岡のゼロさんありがとうございます、2位クロちゃんありがとうございます、そして1位はハンチャカチャヤスさんです、あやさんありがとうございます、皆さんも来てくれてありがとうございました。
じゃあ私は今からまたまたダンスをしたいと思います。では終わります。では明日も夕方かな、はい、では終わります。今日も来てくれてありがとうございました。5、4、3、2、1、バイバーイ。あ、間違えた、テロップテロップテロップ、ピーヤー、あ、間違えた、ごめんなさい、ピーヤーとか、ごめんなさい。はい、上がります、バイバーイ。